今日が5月25日かな、今日。ちょっとパソコンにて確認。5月25日ですね。もう6月になっちゃうのがちょっと厳しい。正直厳しい。もうこっち半分床はぐっててもいいくらいなんだけどね、ちょっとダメだ。バテて疲れてダメになってたから、はい。ちょっともうここをこやつらを片付けていこう。徐々にね。で、徐々にもらってきた廃材だったり、あのコンパネと、あと捨て張りさえこれ終わっちゃえば全然なんてこともないんで、あとは一つ終わったら一つ片付けて、一つ始めて、一つ終わらせて、また作業スペースをこう作っての繰り返しだから、その単純作業でに行ければもう多分ここは秒で片付くはずなんで、まあ早いとこ半分行きます、半分に入ります。じゃあ行ってみましょうか。じゃあちょっと今日はサンダーからかな、ちょっとね台をサンダーで削るところからやっていきます。いや、サンダーすごい。電動のサンダーすごい。というわけで、こやつらをちょっと全部やっつけていきます。いや、でもこれかなり楽そうだ。まあ、そう、
い、じゃあ一応ベニヤの裏の三段終わりやした。まあ1時も回ったぐらいだけど、いやじゃあこれからちょっと捨て針貼る前に片付けていこうか。捨て針貼ってまあ一応ここら辺に壁のところに、うん、まあ一応襖のあの枠使おうかな、あれで畳を何枚か出して決めて枠固定しちゃえばもっともっとスペースも大きくなってくると思います。では、はい、一旦休憩しちゃうとずっと休憩になっちゃうんでやっていきますか。はい、じゃあやっとね骨の折れ、あぶれ、あ、やっとね骨がボキボキに折れた作業が終わりまして、じゃあこれら捨て針を貼っていきたいと思います。